練習船日本丸、1930年昭和5年神戸川崎造船所にて建造。フォアマストバーク型帆船、総トン数2260トン、長さ97メートル、幅 12.9 メートル、船底よりの高さ 48.8 メートル、エンジンディーゼル600馬力2機、速力12ノット。設計および材料は英国製。船内の鉄材にグラスゴー・イングランドと刻印が読み取れる。今でも時々行う工事のため、ドリルで穴を開けようとするとドリルの刃が折れるほど、その鉄材は硬いという。入港出港の時、起走するために搭載されているディーゼルエンジンは日本で初めてできたもので、池貝製作所製無機噴射ディーゼル600馬力2機。これは初期の設計のため、力の割に形が大きい。1号機2号機の日本丸、3号機4号機の海王丸にそれぞれ積み込まれている。約半世紀もの長い間動き続けているわけである。日本丸は昭和5年建造以来、13年間は帆船としての練習船。太平洋戦争が激しくなった昭和18年、帆走を解く、各ヤードを外し、石炭運搬船として瀬戸内海でその任に就き、終戦時は神戸の見る目沖に、そして戦後復員船となる。昭和27年、帆走復帰。